ドレインクリスタルの奥、たどり着くには沼を突っ切るしかないから。それほど深さはなさそうだけど、沼の中では泥に足を取られて動きが遅くなるわ。敵の攻撃が避けづらいから、可能なら陸の上で戦うことも。うん、でもせっかく治った衣装がもったいないな。この沼の水濁ってて汚いし。汚れを気にしていたら前に進めないわよ。不潔な水には何が潜んでいるかわからないから気をつけなさい。ここにもヘルプラントが。この辺りのドレインクリスタルの邪悪な魔力のせいで植物が異常化しているようね。赤や青のハスの葉はあなたの魔力に反応して動くみたい。先へ進むのに役に立つかもしれないわ。同じ緑の肌の亜人族だけど、ずっと大きくて強欲な魔物よ。多分沼に足を取られて死んだ後、ドレインクリスタルの魔力で蘇ったのね。その場から動けないみたい。気をつけなさい。あの泥の化け物の腹には胃酸と腐敗で酸性になった食べ物が詰まっているみたい。あいつの吐砂物を浴びたら
鎧や服を溶かされてしまうの。うん、溶かす、気持ち悪いから絶対避けるよ。危ないのに、こんな泥沼で出てこないでほしいな。沼に足を取られて突進を避けられないなら、タイミングを合わせて迎撃するのも手よ。
you